はい、ついのすみかと申します。ダークソウルでダークソウルリマスタードで、グラントが使える脳筋キャラを目指して冒険の旅に出ております。あまり新しいこととかね、すごいテクニックとかはありませんが、プレイスキルはゲノゲノゲですが、それでもお付き合いいただけるという方がいらっしゃいましたら幸いです。ノールロンドでございます。やっと着きました。でね、とりあえず5万ソウルもったいないんで、もう進行上げちゃいましょう。とりあえずね、はい、あ、おー、でも23、7つ57、お、見えてきたぞ。レベル57でグランド触れていけんじゃね。いけないかな。いけるかどうかわからない。失礼。はい、見えてまいりました。あ、そしてひもり目のお姉さんがいらっしゃる。 Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old key, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit you. 典型や、典型。What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling.はい、どうしようかな。あれなんですよ、大力手に入れなかったんで、大力っていう魔法があるんだけどね、大力を手に入れなかったんで、うわー、綺麗なとこやな、なんじゃこりゃ、なんだここは。綺麗なところ、綺麗なところだな。もののけさえ出なければな。よっしゃ、行くかい。ストーリーはね、ストーリー知りたい人は、ダークソウルリマスタード買ってください。その方が早いですって毎回言ってましたが、いらっしゃるじゃないか。肉立ち包丁優秀なんやな。っていうか斧が優秀なのか、斧が優秀なんやな。いやー、今まであんまりハンドアックス程度しか使ってこなかったから、ハンドアックス程度しか使ってこなかったから知らんかったな。あ、そうそう。で、ストーリーはね、ダークソウルリマスタード買ってくださいとかって今まで言ってましたけど、さすがにね、今日やることぐらいは話をしていこうと思います。はい。ですね、主人公、フシっていう呪いにかかってるんですけどね。
まあ、フシには使命があると。で、鐘を2つ鳴らして、ロードランの地で鐘を2つ鳴らして、千の古城を越えてアノールロンドで点検を受けろという言い伝えっていうのをまあ人から聞いて、で鐘を鳴らして千の古城を抜けて今アノールロンドへ来たところです。そうですね、だからここで典型がお告げが受けられるはずね。まあただでは受けられないと思うんですけどね。向こうがまっすぐ行ったところにあると言われたんだけども、向こう行けないんで、こっちから。これ最初分かんなかったよ。もうだってさ、落ちたら死んじゃうゲームじゃない？普通さ、落ちないようにできてんだよこういうゲームって。普通はできてるんだけど、投げナイフ、このゲームはさ、落ちたらやられちゃうからさ。一撃だ、杖、斧、杖。このゲームは落ちたらやられちゃうからさ、ビクビクしながら歩くでしょ。あそこへここを通れるとか思わないわけよ。思わないわけよ。これどうしよう、一人ずつ釣っていくか。違うね、弓がねえんだよ。弓がないことはないよ。弓はあるんだよ。弓はあるの。当たるかな。来いよ来いよ、こっちまで来いよ。そこで投げんの。そうか、そこで投げるか。そこで投げるか、困ったな。あ、悪いな、俺はちょっとずるい、小ずるい男なんだぜ。危ね、今危なかった、今危なかったっしょ。どうしようかな。まあこの辺はね、落ち着いていこうよ。あ、落ちた。もうみんなあんな風に簡単にやらせてくれたらいいんだけどな。そういうわけにはいかんわな。これ絶対無理やろ。緊張するぜ。もう昔は、でも今走れる自信ないわ。
何回か練習したけど、走る練習、走る練習あれ？なんだ？ここなんだっけ？何もないのか。こっから飛び降りても死なないとかそんなやったっけ？いや、行こうと思えばこっから行けるみたいな。落下制御かなんかつけたらいけるとかそんなやったっけ？なんでここがあるのか覚えてないな。よっしゃ。もう全然侵入も来ないな、本当に。ここね、メッカだったんですよ、侵入の。いやー、綺麗なとこだなー。で、あ、早っ。おう。はい。2体目のガーゴール撃破だぜ、イエーイ。大丈夫か、こんなスルスル来て。問題ここや。あー、どうしよう。結局な、ここで俺走ることになるのかな。1体ずつ倒せる自信はないことはない、ないことはないよ、ないことはないけど、これさ、これ2体相手にしなきゃいけないというか、またもう16だと全然ダメだぜ。あった。はい、来て、来いよ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 、おいよ、おいよ、おいでおいで、はい、おいで、おいでおいで、うわあ、マジで、当たったの？それ当たんの？やられた。そりゃないよ。ちょっととりあえずソウル回収しますね。で、1万6000でしょ。レベルもう1個上がるんじゃない？上がんないか。いらっしゃるなぁ。ここね。
はいはいはい。やられとるやないか。よしよし、とりあえずソウルを取りに行こう。ソウルを取りに行こうよ。楽しいなこのゲームは。このゲームは楽しいな。もうソウルが惜しくて取りに行ったんだけど、もうソウルを取っても帰ってこれないところに置かれちゃったよ。いや、もうこれはあれだね、ソウルを諦めた方がいいね。ソウルを諦めた方がいいね。いやー、綺麗なところだな。デモンや亡者さえ出なければな。いやいや、落ち着いてやりましょうよ。ね。行きましょう行きましょう。だってこれ1周目なんですよ。ね。もうまさに自分に言い聞かせるように言ってますが、これ1周目なんです。そんなに強くないでしょう。ガーゴイルもあの柔らかさだったでしょう。これ肉立ち包丁が強いんじゃなくて、あの1周目の敵が柔らかいんだってね。ってことはさ、1体ずつ釣り出していけば、1体ずつ釣り出せるかな。それが問題だよね。1体ずつ釣り出していけばいいんですよ。いけますよ。はい、来た。はい、はい、おっと、大丈夫だよ。お、え、お、向こうが来てる気がする。来ない、来てない。一体ずつ釣り出せば勝った。お前ガゴリより強くない？ガーゴイルより強くない？ほら、いけますよ。君はさ、それは避けれないよね。避けれない攻撃なのね、それはね。ちょっと一回、あれは避けれない攻撃だから飲んで、竹が入らない。ここでこの距離で竹が入らない。ほら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 、一体ずつ倒していけばね、柔らかいんだから。火球が8個。
当たらんのかーい。2回で切れるよ。おいでよ、おいで。ちょっとちゃんとしたところで戦おうぜ。2回で切れる。よし、はい、ほら大丈夫。あそこに俺のソウルが、あそこに俺のソウルが。ソウル拾えてないね。ソウル拾えてないよ。一体落ちた。あそこに俺のソウルが。それで矢でぶん回されてんねんけど、ここ一番危ない。完全に見えてるってことだよね、あれね。ここはどうすんだっけな。一回視界から消えると撃たなくなる。無理だよね。だから君の指輪欲しかったんだよな。あいつやんな。ちなみにこいつは、ガンガン撃ってますよ。あ、やめた。一気に行くしかないな。一気に行くしかないな。はい、行こう。欲を出して、危ねえ。一周目でこれかい。そうかい、英雄のソウル、はい、英雄のソウルもゲットだぜ、イエーイ。そうか、でもこうやって見たらあれだな、俺本当に一周目ってそんなに敵緩いし、決して太陽万歳、お、決してあれだったんだよな、難しくなかったんだよな。太陽万歳、眩しすぎるで。こんな街並みをね歩いてみたいなとかって思ったんですよ。まあでもほら、結局ほらオープンフィールドっぽいゲームだけど、こう実はね行けるところは限られてて、こんな風な街の中を歩くことはできねえなって、10年前は思ったんですが、エルデンリングはそれを顔なのにしてくれましたね。あれはあれでまたすごいよね。はい、 OK。 ちょっとかがっちゃいますね。それで
かかっちゃって、おソラールさん